ご視聴ありがとうございます。今回は9時動画です。サムネ見ましたでしょうか。こちらです。はい、一番9時明治になります。で、私ですね、お菓子が大好きなんですよっていう、まあ、そんなわけないじゃないですか。あのですね、まあ、先週末ヒロアカの一番くじ開催で、まあ、そちら大人気だったわけですが、まあ、実はもっとこっちの方が激戦だったみたいですね。で、店舗検索なんか調べてみるとかなり少ないみたいですね。まあ、ということでどこも瞬殺だったみたいなんですが、うん、で、あのこのくじ面白いですよね。明治のお菓子の雑貨みたいな感じで、 A 賞がクッション、チョコのクッションですかね。で、 B 賞がプレートセット、うん、アポロのプレートですね。C 賞がエコバッグ、アポロと果汁グミのデザイン。で、グラスコレクション、うん、これもいいですね。パッケージのデザインですかね。ヨーグレットとか。うん、で、タオル、これも5種類ありますね。なんかいろいろありますね。アポロとか、うん、チェルシーとかいいですね。うん、はい。で、スイートポップチャーム、うん、なんかこういうのいいですよね。私もフィギュアが好きなので、こういった造形物みたいなのはすごい好きなんですが、まあ、本物のお菓子のチャームっていう感じなんですかね。はい。で、ラストワン賞がまた面白いですね。これチョコのブランケットっていうことで、板チョコブランケットって感じなんですかね。うん、はい。まあ、こんな感じの層なんですが、このくじなんですが、まあ、ここにありますけど、オンライン販売もあるんですよね。で、これ押してみると、はい。まあ、もう終了となっちゃってるんですが、今日から開催だったんですよね。で、実はですね、私これ聞いたんですよ。うん、まあ、私のじゃないんですけどね、知人に頼まれまして、もし時間あって弾けたらということなので、うん、チャレンジしたところ、まあ、なんとか買うことができました。で、まあ、その内容を今回動画にしようと思ったんですが、まあ、私の動画を普段見ていただいている方だと、本当全く興味ないと思うんですが、うん、まあ、それでもですね、もし、弾けなかった方とか、うん、あと、まあ、今後オンラインくじをやる予定があるっていう方にですね、まあ、ちょっとだけ参考になれるような説明もして、で、そして私のくじ結果をお見せしてっていう動画をやっていきたいと思います。よかったら見ていてください。はい。で、ですね、もう説明を飛ばしたいっていう方はですね、この時間まで飛ばしてください。すぐにくじが始まると思います。はい。ではですね、まあ、ちょっとオンラインくじの説明をしていこうと思うんですが、まあ、これもう何回かしてるんですが、ちょっとトップページに戻りますね。はい。今こんな感じでくじが販売中なんですけども、同じく販売になりましたソードアートオンラインのくじ、これちょっと引けそうなのでくじを引く押してみたいと思うんですが、こんな感じでロットがたくさんあるんですよね。で、ここにくじのロットのナンバーみたいなのが振られてるんですけど、まあ、1,2,3 で4がなくて5なので、まあ4はもう終わっちゃったっていうことなんですけれども、で、2ページ目に行くと一番下ですね、ここに132っていうロットがまああるんですけれども、今回の明治のくじなんですが、確か開催が11時ぴったりで、で、私12時になっちゃったんですが、なんか100ロット販売があったみたいなんですよね。で、私ももたもたしていたら、もうものすごい人数40人とか順番待ちで、全然引けそうになかったんですよ。で、1ロットが66で1人10回まで引けるので、7人目までに入れないと確実に引けるっていう状態じゃないんですよね。うん、でも無理かななんて諦めてたんですが、これロットって追加されるんですよね。で、しばらく動きがなかったんですけど、12時15分ぐらいに101番っていう新しいロットが追加されたんですよ。うん、で、そうなってくると、数分おきに新しいロットが追加していくんですよね。なので、更新しまくって新しいロットが追加された瞬間ボタンを押すと、かなり早い順番待ちで滑り込むことができるんですよね。まあ、ですので、もう何十人待ちって待っていても絶対買えないんですよ。うん、で、1人の持ち時間も15分とか20分とかあるので、もう10人とか待ってたら本当に2時間くらい待たされるんですよ。で、そんな長い時間待っても、まあ、途中でくじが終わっちゃったりとか、上位賞が全部終わっちゃってるとか、うん、引きたくない状態っていうこともありえるんですよね。まあ、ですので、もう本気で引きたいっていう方は、もうなるべく早く自分の運にかけて引くとかの方が、うん、まだ気持ちがいいと思うんですよ。うん、
で、まあ、そんな中で、私もですね数分おきに更新しまくって、まあ、新しく追加されるロット出た瞬間に順番待ちするんですが、やっぱり狙ってる方もいるのですぐに10人待ち20人待ちってなっちゃうんですよね、うん、まあ、なんですけども本当タイミングが合えばすっごい早く引くこともできるんですよ、まあ、ですので、まあ、確実に引けるように一桁待ちのロットに滑り込めるように何回も何回も更新して、でやっと入れたのがこちらになります。はい、ですね確か8人待ちとか、まあ、それくらいに滑り込むことができました、うん、でまあみんな最大10回引くと終わっちゃう計算にはなるんですけどね、うん、まあでもさすがにそれはないでしょうと祈りつつ、待った結果がですね、私の番が来まして残り33回、もうほんとちょうど半分ですね。で A 賞が無傷で B 賞は2個なくなっても残り1個ですね。でまあ C 賞くらいまでは上位賞な感じですかね。エコバッグがこれももう4分の1になっちゃってます。でグラスが、半分以下、タオルがまあ半分、うん、チャームは多めですかね。はい、でもうこれですね抜けると最初からやり直しになるのでまた一苦労なんですよ、うん、それに新しいロットも出ない場合もありますので、まあ、ということでもうこのくじをもう引くしかないんですよね。はい、でまあ画面を見てお分かりでしょうがちょっと出先だったのでスマホでやってます、うん、ちょっと見にくいかもですがご了承ください。はい、ではですね生産終わりましてこれくじ引く画面になります。うん、でもこれですね出先だったので引き終わってますので、まあ、実況感覚でお送りしていきたいと思います。はい、で、まあ、狙いなんですが依頼されたのがですねラストワン賞のブランケットということでもう完全に無理です、うん、ということでそうですね、うん、上位賞当ててあげられたらいいなくらいで、最大回数の10回を引いた結果お送りさせていただきます。はい、ではまず一つ目ですね何が出るか。はい、一番多いチャームが出ました。では2枚目です。はい、ちょっと少なめだったグラス当てることができました。お次3枚目。はい、ここで残り1個しかない B 賞当てちゃいました。いやこれ嬉しいですね。でお次が4枚目ですね。はい、安定のチャームですね。お次5枚目。はい、まあ、こちらも多いですね。タオルです。まだ半分ありますよ。 A 賞出ちゃうんじゃないですかね。6枚目です。はい、また安定のタオル出ました。お次が7枚目。はい、ちょっと少なめ、まだグラスが当たりました。で、少し悩んでまして、なんとか A 賞当てられないかともがいてるんですが、はい、残念ながらタオルです。でお次がもう9枚目ですね。またタオルです。うん、ちょっと厳しいですね。では最後10枚目出るか。残念、グラスでした。はい、という結果でございました。うん、残念ながら A 賞は当てることができませんでした。はい、ではですねまとめてみると、B 賞プレートが1でグラスが3、タオルが4、チャームが2ということで、うん、まあ割とバランスよく出た方じゃないですかね。うん、それにまあしっかり上位賞も当たりましたし、うん、これはまあある程度納得いただける結果になったのではないかと思います。うん、ちょっとグラス欲しくなってきたので恵んでもらえないか聞いてみたいと思います。はい、ということで、私の開催日の方のヒロアカくじは惨敗でしたが、まさかの明治くじではなかなかの結果を残すことができました。はい、ということで、まあ、
今回は以上となります。でオンラインくじを今後引く予定の方いましたら、引けるかどうかっていうほどの人気なくじの場合はですね、こんな感じで新しいロット狙いで攻めるっていうのも、ありかと思いますので、今後興味ありましたらぜひとも少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。